こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はコーヒーの木の植え替えをしたいと思います。コーヒーの木なんですけど、苗から育てていって、2年目、冬を迎えて、で、鉢替えも3回しました。それで、この鉢なんですけど、もうなんか水をあげてもスーッとこう下に水が通ってくれなくなったので、多分相当根がギッチギチになっていると思うので、これから植え替えます。だいぶこう、葉っぱが広がって、だいぶ大きくなってきました。なので、ちょっと植え替えたいと思います。まあ、どんな根の状態になっているのか、見てみたいと思います。で、私はなんかここに直接土を入れてしまうのが心配すぎて、いつも台所用のネットを入れています。そして土は観葉植物用の土に赤玉土を3割混ぜて、そこにもみ殻くん炭とバーク堆肥を入れて、それから観葉植物用の元肥というのがカインズホームに売っていたので、粒々の元肥をちょっと足して混ぜてあります。もみ殻くん炭を入れているんですけど、やっぱりもみ殻くん炭は根腐れをさせない、すごく私は大事な重要なものだと思っています。あとは、まあ、赤玉を混ぜておくことですごく水はけが良い土になっています。このぐらいかな。こんな白い粒々の肥料の入った観葉植物用のカインズホームの肥料を元肥として入れています。ではちょっと根っこのチェックをしてみましょう。まあ、5月が適期ですけど、この部屋は暖かいので今からもう植え替えていきます。プラスチックなので周りをもみもみすると抜けてくれますね。おお。根がしっかり張っています。こんな感じでしっかり根が張っているので、これで水はけが悪かったんだと思います。この下のネットを取ります。肩の土は落としますね。すごいね、もう本当にしっかりと根が張っているので。白い元気な根ですね。今は季節的にも心配なので、あまりもう崩さずにこのまま鉢増ししたいと思います。ちょうどいい高さですね。土を入れていきます。まあ、実際市販の観葉植物の土だけでもいいんですけど、あんまりね、水はけが私いい土に思えなくて、こうさーっと抜けてほしくて、いつも
必ず赤玉土と混ぜています。そして、まあ、昔から私普通の草花でももみがらくんたんを混ぜているので、そうするとまあ根腐れに強いっていうか、水がそもそも腐りにくくなるのでそうしています。このお箸とかで周りをつついて入れてあげるといいんですけど、大丈夫そうです。はい、こんな感じです。それで室内でまあ育てる観葉植物で小映えが湧いたりとかしないように、この上の部分には赤玉土を敷いておきます。スーッと水が通ってくれました。下からもじゃあじゃあ水が出ています。はい、というわけでコーヒーの木無事に植え替えました。ものすごく大きくなったね。横に広がってまた新芽がしっかり伸びています。この下の方の葉っぱは少しまあ黄色みがかってるんですけど、もうちょっと汚らしくなったら取ってしまいます。これは自然の状態ですね。いつか花を咲かせたいです。無事にコーヒーの木の植え替えが終わりました。植物が大好き人間の植え替え動画でした。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。コーヒーの木も可愛く育てたいですね。ではまた。